こんにちは。僕はパックン岩。僕が住んでいる宮崎県延岡市では、遠い離島や海外旅行に行かなくても、感動的な景色の中、たくさんのアウトドア体験ができるんだ。アウトドアなら3密を避けて安心して楽しめるよ。君も遊びにおいでよ。祖母傾き大久江ユネスコエコパークエリア内の獅子川キャンプ場から鉾岳を約1時間30分登った場所にあるパックン岩は、SNS などで話題を集め、新たな観光アクティビティスポットとして注目されています。途中に見える鉾岳の絶壁、多くのクライマーを魅了する大迫力のクライミングスポットです。川を渡るときは滑らないように気をつけてね。道が分かりにくいけど、ガイドの案内で安心して登ることができるよ。比較的なだらかな登山道なので、初心者でもチャレンジしやすいスポットです。ついに僕のところまで到着。コンピューターゲームのキャラクターパックマンに似ていることから、通称パックン岩と呼ばれているんだ。パックマンに食べられそうになる定番のポーズで記念写真を撮ろう。延岡の海は黒潮の影響で水温が高く、透明度がとても高いのが特徴です。100種類にも及ぶカラフルなサンゴや熱帯魚が生息していて、一年中観賞することができるよ。餌をあげると目の前までたくさんの魚が寄ってきてくれるんだ。島の浦周辺では日本最大級のオオスリバチサンゴの群生が見られます。他では見られないバラの花びらのような珍しい形をしているよ。可愛くて不思議な魚、カエルアンコウ。延岡の海では約6種類のカエルアンコウを高確率で見ることができます。子供たちや初心者でも安心して海に入れるようにガイドしているよ。延岡を流れる美しい川の中でも奇跡の清流と呼ばれる古川。川底が悠々と見えるほど透明度が高く、青や緑の美しい自然のグラデーションに心を奪われます。カヌーでゆったりと水上散歩すれば、心も体もリフレッシュできること間違いなし。まっすぐ漕ぐには少
少しコツがいりそう。ガイドが丁寧に指導してくれるから安心して楽しめるよ。条件が揃えばカヌーが空中に浮いているような写真が撮れるんだ。風で揺れる木々のざわめきや岩壁に映し出される光と影はまるで天然のプロジェクションマッピング。自然と一体になったかのような景色を感じることができます。カヌーの後は水切りにチャレンジ。何回跳ねるかやってみよう。延岡のサーフスポット長浜海岸は、岸辺では子どもたちや初心者がゆっくり安心して遊べるポイント、沖合では上級者が満喫できるポイントがあります。ビーチが長いので自分に合ったポイントでゆったりとサーフィンを楽しめるのが魅力なんだ。気候も波もいいサーフィン天国で波乗りしないなんてもったいない。初心者に最適なロングボードなら一日で板の上に立てるようになるよ。サーフィンはバランス感覚を養うのにもってこいなんだ。地形によっては危険な場所もあるから、ガイドの案内で安心して楽しんでね。天気のいい日はサイクリングに出かけよう。美しい日豊海岸沿いの浦代東海線を走るコースは潮風に吹かれてとっても気持ちいいよ。この全国的にも珍しい青い鳥居は港神社。龍神様が祀られた SNS でも話題の神社です。アップダウンが続く岬を越えていけば太平洋が広がる絶景。浦代東海線を走るコースでは空と海が一体になった一面ブルーの爽やかな景色、夕暮れ時にはオレンジ色に染まる美しい海を楽しむことができます。最後は長い下り坂を走り抜けよう。車や人には注意してね。延岡は豊かな海、山、川に恵まれているからいろいろなコースがあるよ。10コースの中から好きなコースを選んでね。紹介した他にもまだまだたくさんのアクティビティが体験できるよ。ヘルメットやライフジャケットなど揃えるのが大変な機材は全て準備済み。ガイドも山、海、川それぞれのスペシャリストが行います。思い立ったら手ぶらで気軽に来れるのも
アウトドア天国延岡の魅力なんです。古くから城下町として栄えてきた延岡市。日方海岸国定公園と祖母方向国定公園の2つの国定公園、町を流れる4つの川など豊かな自然に囲まれています。また東九州有数の工業都市としての顔も持ち、都市と自然が共存する魅力あふれる町なんです。チキン南蛮に代表される郷土料理や伝統的な鮎料理、新鮮な海産物など大自然の恵みあふれる延岡は食べ物も絶品料理ばかり。たくさん遊んでお腹が空いたら、美味しい延岡グルメをいっぱい食べてね。宮崎県北部に位置し、隣県からもアクセスしやすい延岡市。九州各都市と高速道路でつながっていて、車でも電車でも遊びに来ることができるよ。いかがでしたか？延岡では市街地から車で30分も行けば、超一級の海、山、川を楽しめるアウトドア体験ができるんです。アウトドア天国延岡で僕もみんなと会えるのを楽しみにしてるよ。ぜひ遊びに来てね。